カール・サンフォード・ジョスリン、サンディ・ピーターセンは、アメリカのゲームデザイナー。ピーターセンは、ミズーリ州セントルイスで生まれ、カリフォルニア大学バークレー校で、動物学を専攻した。彼は、ハワード・フィリップス・ラブクラフトの著名なファンであり、彼が、ラブクラフトの作品に初めて出会ったのは、父親の書斎で見つけた第二次世界大戦の、兵隊文庫版、ザ・ダ・ニッチ、ホラーアザー。 ウィアード・テイルズであった。1974年、ダンジョンズドラゴンズによって彼は、ロールプレイングゲームに興味を示すようになった。彼は、ケオシアムで、常勤のスタッフになった。彼のロールプレイングゲームとラブクラフトへの関心は、1981年に発売されたケオシアムのゲーム、クトゥルフの呼び声の主要作家となった際に融合し、その後多くのシナリオと、 背景作品を執筆している。ケイオシアム在籍時にルーンクエストの第3版を共同執筆しており、その中で高い評価を得たトラルポックをはじめ多くのクローランサのサプリメントも手掛けている。彼はアバロンヒルトゲームズワークショップ用にいくつかの評判の高いルーンクエストのサプリメントを執筆している。ピーターセンはウエストエンドゲームズのロールプレイングゲーム。 ゴーストバスターズの共同デザイナーを務めた。彼は今でもロールプレイングゲームをプレイしたり実施したりしているほか、コンベンションには頻繁にゲストとして参加しており、そこでは通常自分で考案したフリーフォームゲームを実施したり、他人のゲーム実施を手伝ったりしている。彼はマイクロプローズでしばらく働いており、シドマイヤーズパイレーツとソードオブサムライなどの作品で、 評価されている。1989年から1992年まで彼はゲームのダークランズ、ハイパースピード、ライトスピードにも取り組んだ。彼はまたシビライゼーションにいくつかの貢献を行った。ピーターセンは主にファーストパーソンシューティングゲームのウルフェンシュタイン 3D に関心があり、ルームが発売される。 約10週間前の1993年12月に ID ソフトウェアに入社し19のステージを作成した。その後、Doom 2では17ステージ、Quake では7ステージを作成した。彼のラブクラフト好きの影響もこれらのゲームのモンスターデザインにいくつかの変更が加えられている。彼は1997年6月に ID ソフトウェアを辞めて、 アンサンブルスタジオに移籍した。そこで彼はゲームデザイナーとして、ライズ・オブ・ローマ、エイジ・オブ・エンパイア2、覇者たちの行員など、エイジ・オブ・エンパイア作品のいくつかに携わった。この間、彼はユーザー名、e s サンディメンで、ヘブン・ゲームズ・フォーラムに頻繁に投稿していた。彼は非常に人気のある一連のスレッド、アスクサンデ d メンを運用しており、 コーラムのメンバーは何でも質問することができた。ピーターセンは、シカゴとワルシャーの国際映画祭で賞に、ノミネートされた2011年の映画、闇に囁く者の,のエグゼクティブプロデューサーであった。同作は、H.P. ラブクラフト、ヒストリカルソサエティーモージョンピクチャーズが1930年代の白黒ホラー映画のスタイルで制作した。彼は現在、ホラー雑誌、アーケイン、 ペニードレッドフルズ・フォーザ21ショートトンセンチュリーの発行者を務めている。ピーターセンはアンサンブルスタジオが閉鎖された後、2009年に住ま、ギルドホールで教授職につき、ゲームデザインに関する複数のコースを教えた。ピーターセンはギルドホールを辞めた後、バーキング・リザーズ・テクノロジーズでクリエイティブディレクターとして勤務し、同社が iOS 向けに配信したオシリスレジェンズを手掛けた。2013年半ば、ピーターセンは彼の会社であるグリーンアイゲームズがボードゲームクトゥルフ・ウォーズを制作するためのキックスターターキャンペーンを主導し大成功を収めた。キャンペーンでは当初の目標の3500%以上となる140万ベイドル以上の資金を調達した。この成功により より多くのフィギュア、マップ拡張、および追加シナリオオプションの作成が可能になった。すべてではないにしても、過去のクトゥルフのゲームのほとんどは、差し迫った、大惨事を回避しようと努力するものである。しかし、チャッチェルフボーズでは君こそが大惨事なのだ。旧支配者たちは、地球の廃墟を奪いに戻ってきた。そして君は、その一人だ。グリーンアイゲームズは、失敗に終わった。 キックスターターのクトゥルフ・ワールド・コンバットも制作している。2015年6月、ピーターセンとグレッグ・スタフォードがケイオシアムに復帰したことが発表された。ピーターセンは、末日聖徒、イエス・キリスト教会の実践的な信者であるが、彼の信仰と悪魔的な要素を含むゲームのデザインとの間に矛盾はないと見ている。ドゥームの制作中に、彼はジョン・ロメロに対し、 ゲームの悪魔は私にとって問題ではないよ。彼らはただの漫画だ。そしてとにかく彼らは悪者だと語っている。サンディは結婚していて5人の子供と9人の孫がいる。ありがとうございます。